今日はグルテンフリーのお話をしていきますね。グルテンフリー。グルテンを取らない生活とか、グルテンを取らない。グルテンがないっていうことになるんですけど、グルテンが何かって言ったら、グルテニンとグリアジンっていう2種類のタンパク質がミルズと結びついて、粘りと弾力のグルテンになります。 そのグルテン、パン、麺にたくさん入ってるっていうイメージなので、そのパンや麺を食べなかったらグルテンフリーになると思われがちなんですが、今ここに映ってるこういうものにも入っています。雑穀と米粉でグルテンフリーのパンを作る元派のパン教室には公式ラインがあります。毎週、 月曜日の10時にパン作りに関するお役立ち情報を、金曜日の18時に教室情報を配信しています。月替わりで米粉レシピのプレゼントも用意していますので、ぜひ友達追加して仲良くしてくださいね。こういうふうに表示が義務付けられているので、わかりますよね小麦に印がついています。それが何かっていうと、この 原材料表示の中のデンプンになります。デンプンって何かっていうと、植物の光合成で作られる炭水化物、アミロースとアミロピクチンになります。なんかデンプンって聞くとネ、ね、ートっ,ってなりますが、片栗粉とかコーンスターチとか思い出していただけたらわかりやすいです。 パンってグルテンの粘りと弾力であの形が保たれています。で、そのグルテンの代わりをしてくれるのが米粉で言うとでんぷんになりますで。じゃあ米粉だけに含まれているのかっていうとそうじゃなくてさっきも言ったように植物の光合成なのでもちろん小麦にもでんぷんは含まれています。で、でんぷんって言ったら米とか小麦、トウモロコシ。 芋類ですよね。あとはね、タピオカ粉とかいうものもあるので、タピオカとかそういうものに含まれています。で、そのデンプンを使っているデンプンが入ってますよっていうふうに書いてあるので、米のデンプンだったらいいけど、小麦だったらグルテン入っちゃうっていうことになりますので、 表示をよくよく見てください。この表があれば一番わかりやすいです。で、コンソメスープの素、それからブイヨンですよね。ブイヨンの下流とか、それから鶏ガラスープ。ほとんどのものに澱粉ね、コンソメとか、ブイヨン、澱粉って書かれていますし、この表示もされてるので、 入るっていうのがわかります。で、今までね、鶏ガラスープの素ってそんなに入っていませんって言ってたんですけど、それはなんでだかっていうと、でんぷんを使ってるのは使ってるんです。ちゃんとね、パッケージに書いてあるんです。この原材料名の中には、でんぷんっていう言葉は書いていないんですけど、 下の方に、このデキストリン。デキストリンは、下牛にして使いやすくするために使用しており、トウモロコシなどのデンプンから作られています。トウモロコシのデンプン。なので、小麦じゃないから大丈夫。グルテンフリーだってなるんですけど、大体これが普通、通常、今までこんな感じだったので、中華、 だしっていうか鶏ガラスープのもとにはほとんど入ってないなーって思ってたんですけどこの前スーパーに行ったら <laughs> スーパーに行ってこう見てたらあったんです。ここ加工でんぷんって書いてあって一部に小麦って書いてあるのでこれは。 グルテン、これを使っちゃったらグルテンフリーじゃなくなるっていうふうになります。スーパーには、ちゃんとね、この使ってないバージョンのものも売ってあります。これはブイヨン。パッケージにはしっかり書かれていますので、よく見て判断して使っていってください。いかがでしたか新しい動画が公開されたら、 通知が届きますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは最後までご覧いただきありがとうございましたおたはの香りでした